ビューフィット始まりました。はい、今日は足を長くする足痩せ方法を紹介していきたいと思います。まずストレッチを始める前に足の長さチェックをしていきます。足を伸ばして膝、くるぶし、つま先の位置をチェックしておいてください。それではスタート。まずは大きく足を開いて開脚をしていきます。30秒です。ゆっくり前に倒していきましょう。目標はできれば肘を床につけれるように頑張ってください。痛いなって方は肘じゃなくて手を少し前につきながら徐々に肘をついていきましょう。内ももが伸びてるなーって感じながら行ってみてね。続いては足をクロスさせて膝を抱えましょう。30秒行っていきます。しっかり膝を曲げて自分の方向にギュッと抱え込んでください。でこの時に背中が丸くならないようにまっすぐにさせて、頭のねてっぺんから糸かなんかね引っ張られてるような気持ちで背中をまっすぐ引き上げてください。でお尻周りが伸びてるなって感じながらストレッチを行ってみてください。足をいろんな方向に動かしていろんな感じ方もおすすめです。次は足を両手で持ち上げて横に揺らしていきましょう。30秒です。両手でしっかり足を抱きかかえて胸の前で横に振っていきましょう。ギュ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 ッと自分の方向にも引っ張りながら、お尻の付け根ら辺が痛気持ちいいなって感じるところでストレッチを行ってみてください。呼吸を止めないでしっかり横に振るとすごく効果的です。痛いなって方は無理をしないで自分のペースで行ってみてください。続いては片方の足を前に出してお尻を伸ばしていきましょう。30秒です。このストレッチもしっかりお尻が伸びているのを感じながら上体を前に倒していきましょう。背中が丸くならないようにちょっと斜め前を見ながらストレッチを行ってみてください。いまいちどこが効いてるかわからないなって方は前の足をいろんな方向に移動させながらストレッチを行ってみてね。次は片方の足を横に伸ばしてつま先をタッチしていきましょう。30秒です。この時に膝が曲がってもいいんですけど、できるだけ伸ばしてストレッチを行ってみてください。股関節から横側、そして脇の下ら辺も伸びていると OK です。無理をしないで自分のペースで行ってみてね。しっかり伸ばしていきましょう。次は姿勢はそのままで上体を正面に倒していきましょう。30秒行っていきます。ゆっくり正面に倒していきましょう。この時もできるだけ背中が丸くならないようにギューッと背中を伸ばしながら上体を倒していきましょう。しっかり関節周りからこう足が伸びているなって感じながらストレッチを行ってみてください。無理はしないで、でもできるだけ呼吸をしながら伸ばしていきましょう。はい、OK です。はい、ここまで今全部右側やったんですけど、まず足の長さチェックをしていきたいと思います。また同じように。すごい。ちょっと伸びてるんだけど、あと右側が長くなりました。え、すごっ自分でやってびっくりしてる。あ、すごい、見て、なんかね、骨盤から、ね、前に出た感じで右の膝と左の膝の位置も違うし、くるぶしももちろん違うし、
指もちょっと長くなってるの。すごいですよね。みんな変わった？変わりました？ちょっとでも変化があれば完璧。すごい。さあ、それでは反対をしていきたいと思います。それでは反対側やっていきます。クロスして膝を抱えていきましょう。しっかり足をクロスさせて膝を抱え込みましょう。できるだけギュッと自分の方向に膝を抱え込んで、お尻がいい感じに伸びているなって感じながら行ってみてください。いまいち伸びがわからないなって方は、足の位置を前に出したり横に出したり自分の方向に引いたり、いろんな角度でストレッチを行ってみてください。皆さんいい感じですよ。次は足を両手で持ち上げて横に揺らしていきましょう。30秒頑張です。しっかり腕で足を抱きかかえてください。足って意外と重いよね。自分のペースでいいので横にゆらゆら揺らしていきましょう。お尻のね、付け根ら辺がいい感じに伸びていれば OK です。そして背中が丸くならないように、背中もピンと張って膝を横に揺らしていきましょう。自分のペースでいいですよ。気持ちいいなって感じながら行ってみてね。続いては片方の足を前に出してお尻を伸ばしていきましょう。30秒です。自分のペースでいいですよ。ゆっくり上体を前に倒していきます。背中がね、丸くならないようにできるだけ斜め前を見ながら上体を前に倒していきます。私みたいにゆらゆら体を揺らしながら柔軟をするのもすごくおすすめです。呼吸を止めないで自分のペースで行ってみてください。続いては片方の足を横に伸ばしてつま先をタッチしていきましょう。30秒です。ゆっくり自分の目標とするつま先をタッチしていきましょう。しっかり股関節の付け根から横、そして脇の下ら辺がゆっくり伸びていると OK です。ギュ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 ッと呼吸を止めないで目標に向かって伸ばしていきましょう。手の位置はね、いろんな角度にするとまた伸び方が変わってきます。次は姿勢はそのままで上体を正面に倒していきます。30秒です。皆さん倒す時の背中が丸くならないように、できるだけ背中はしっかり伸ばして手だったり肘をつけていきましょう。ギュ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 ッと呼吸を止めないで、ふーっと吐くとともに体を前に倒していきましょう。無理をしないでくださいね。自分のペースで大丈夫です。最後は足を大きく開いて開脚していきます。30秒です。ゆっくり前に倒していきましょう。できるだけ膝が曲がらないように、膝を頑張って伸ばして内ももが痛気持ちいいなって感じるところで柔軟をしてみてください。そして顔の位置は少し斜め前を見るのをおすすめします。背中がね、丸くなってしまうと伸びづらくなってしまうので、前を向いて背中もピンと意識していい感じ。はい、お疲れ様でした。皆さんストレッチいかがでしたか。はい、最後にまた足の長さチェックをしていきたいと思います。はい、あ、戻った。さっき右がしっかり長かったんですけど、左もちゃんとしっかりストレッチされて両方同じ長さに私はなってます。皆さんはいかがですか。ちょっとまだ右の方が長いよとか左の方が長いよって方は、この短い方のストレッチをたくさんやってみてください。そしたらしっかり股関節周りもほぐれて、足もすっきり、そして長くなってきます。
身長も変わったりすると思うので、ストレッチをする前に身長を測ってみるとか、いろんななんか自分なりの変化を出すためにいろんなことをやりながらストレッチを一緒にやっていけたらいいなと思います。それではバイバーイ。Let me tell you a story.